ルーク、あれは最近オズロ・ウィズラー氏によって作られたデトラガンという楽器だ。一人でオーケストラ級の厚みのある音色を奏でられると噂では聞いていたが、予想以上だね。実に美しい。美しいのはジェニスさんの方ですよ、先生。レイトン先生、お久しぶりです。私は今とても不思議な出来事に遭い混乱しています。一年前に病気で亡くなった親友ミリーナ・ウィスラーが生き返ったのです。しかも7歳の少女の姿になって。その子は私とミリーナしか知らない秘密なども全て知っていて、本人であるとしか考えられません。驚く私にミリーナは、私は永遠の命を手に入れたのよ、ジェニス。レイトン先生、永遠の命なんて本当に存在するのでしょうか。まだわからないよ、ルーク。しかし、すべての謎はこの劇場に隠されているのかもしれない。少し急ぎましょう。ちょっとレミさん、気をつけてくださいよ。あなたもレイトン教授の助手になるつもりならこのくらい慣れておかないとね。助手2号くん。助手2号くん、僕は助手じゃありません。あら、違うの。僕はレイトン先生の弟子です。それもただの弟子じゃありませんよ。一番弟子です。それは教授公認なのかしら。あ、それはもちろん。レミ、頼んだ調査はどうなってる。永遠の命を手に入れたと言っているのはその女の子だけじゃないんです。ざっと調べただけでも他に数名、それに伴って永遠の命を取引する怪しい者たちがいるという噂もロンドン中に広まっています。永遠の命、永遠の王国。永遠の王国。ジェニスが今日ヒロイン役を務めるオペラのタイトルだ。オズロ・ウィスラー氏が久しぶりに書き上げた新作オペラですね。オズロ・ウィスラー、ウィスラー。やっぱりジェニスさんの生き返った親友の名前はミリーナ・ウィスラー。オズロ・ウィスラー氏とラストネームが一緒です、先生。ミリーナさんとこのウィスラー氏は親子なんだよ。このオペラを亡き娘ミリーナに捧ぐ。あ、先生、シュレーダー博士が。驚くことはないよ、ルーク。このオペラは我が師シュレーダー博士が長年調査している不老不死王国アンブロシアの伝説をもとに作られているんだ。現在発見されているのはその紋章の一部のみ。未だにその正確な場所すら分かっていない謎に包まれた王国だよ。王国アンブロシアと。引き続き調査を頼むよ、レミ。わかりました、教授。変わったデザインの劇場ですね。アンブロシアをイメージして作られたらしい。ん？一体どんな伝説なんですか、レイトン先生。昔音楽をこよなく愛する美しい女王が治める王国があった。女王は王国の民たちに心から慕われていた。
しかしある時、女王は重い病に倒れてしまう。王国の民たちは必死に薬を作り続けた。だがそれはなかなか完成しなかった。とうとう女王は亡くなり、その直後薬は完成した。不老不死の秘薬がね。もう少し早く完成していれば、王国の民は女王の死を深く嘆き悲しんだ。そして女王が再び生まれ変わるその日まで、自分たちを永遠の存在にしようとしたんだ。完成したばかりの不老不死の秘薬。